オリンピックの開催を来年に控えて治安維持の強化を内外にアピールしている中国ですが、その陰で政府に反対する人たちをテロリストとして弾圧しているという指摘があります。今夜の特集は、かつて中国で巨万の富を築きながら、ある一言をきっかけにテロリストのレッテルを貼られた女性が主人公です。彼女が見た今中国で起きていることとは。今月7日、一人の女性が初めて日本を訪れました。ラビア・カーデルさん、61歳。2年前、中国のウイグル自治区からアメリカに政治亡命した女性です。中国政府は、三つ編みを言ったこの小柄な女性を中国語の表記で恐怖分子、テロリストと断じています。ラディアさんは中国政府によるウイグル人への弾圧を平和的に訴えて注目を集め、ノーベル平和賞の候補になりました。今回の来日でラビアさんは、政府に批判的なウイグル人たちがテロリストのレッテルを貼られ、今年だけで5000人以上が逮捕されるなど、弾圧の実態を伝えたいと言います。中国の広大な国土のおよそ6分の1を占める新疆ウイグル自治区、中央アジアの国々と国境を接するこの土地は、石油や石炭などの地下資源が豊富です。人口930万人のウイグル人のほとんどはイスラム教徒で、民族意識の高まりから90年代に入って中国からの分離独立を求める動きが目立つようになりました。背景にあったのは同化政策に対する反発です。これは今年7月、中国沿岸部にある工場で働くウイグル人女性たちを撮影した映像です。中国政府はウイグル人女性を10万人単位で移住させ、過酷な条件で働かせているといいます。ラビアさんはこうした女性が自治区の外で定住し、中国人男性との結婚が増えれば、さらに同化が進むだろうと言います。経済力をつければウイグルの貧困を何とかできると信じていました。ラビアさんは70年代後半にクリーニング店を始めて成功しました。公務員の1ヶ月分の給料に近い金額を1日で稼ぎ出したといいます。やがて不動産業に乗り出し、まだ珍しかった百貨店を経営する頃には、中国に10人いる大富豪の一人に数えられるようになりました。この頃、地方の有力政治家でもあったラビアさんは、当時中国共産党の指導部を信じていたといいます。ウイグル人の扱いがひどいのは自治区にいる中国人のせいであって、北京にいる指導部に事実が伝わればきっと状況は良くなると信じていました。一向に事態が変わらない中、ある時ラビアさんは大胆な行動に出ます。1997年、北京の人民大会堂で、当時の江沢民国家主席や今の胡錦涛国家主席らを前に、ウイグルの人権問題について突然演説を始めたのです。当時の李鵬首相がいました。
私は演説の後、指導部に向かって信じていますよと言ったんです。李鵬首相はにっこり笑いました。江沢民主席は、中国共産党はあなたを信頼しますから、あなたも共産党を尊重しなさいと言いました。しかし、この演説から1ヶ月後、ラビアさんは全ての役職を解かれました。さらにその2年後、アメリカに住む夫に独立運動に関する新聞記事を郵送したとして逮捕され、6年の獄中生活を送るのです。莫大な資産を持ち、大きな影響力を持つようになった私がウイグルの指導者になるのを中国政府は恐れたのでしょう。2年前、アメリカに政治亡命した後、ラビアさんは世界中を駆け回り、ウイグルの実情を訴えてきました。その一方で、身代わりになるかのようにウイグルにいる2人の息子が刑務所に送られたといいます。今全く連絡が取れない状態なんです。私は子供を愛する母親であります。子供を刑務所に放り込めば母親が黙ると思ったのでしょう。弾圧される世界中のウイグル人はみんな私の子供です。私はそのウイグル人たちの声です。中国人は私の声を止められない。ラビアさんは今回1ヶ月にわたって北海道から山口まで8つの都市で講演を行い、ウイグルの現状を伝えてきました。話を聞いてくれるならと、地方都市で行われた30人ほどの集まりにも足を運びました。そんな旅の途中、悲しい知らせが舞い込みます。ウイグル人の青年3人が処刑されたのです。罪状は国家の分裂を企てた罪でした。ラビアさんが今最も恐れているのが、同化政策がさらに進んでウイグル民族そのものが消え去ってしまうのではということです。自治区の教育現場では4年前からウイグル語が規制されていて、中国語のできないウイグル人の教師が一掃されたといいます。私も昨年は中国へちょっと留学で行ってきているんですけれども、こういう事実を全く知らないので、やっぱりもっともっと伝えることによって日本人は考えるだろうと思います。今後もアメリカのワシントンに拠点を置き、ウイグルの人権問題を平和的に訴えていくというラビアさんとシディクさん夫妻。ウイグルの声が巨大な中国を動かし、生まれ育ったウイグルの地に再び戻れる日がやってくるのか、そして残された息子や娘たちと再会できる日は訪れるのか。奇跡は起きると信じています。ウイグルが自由になれば、それは世界で2000万人いるウイグル人にとって、そして私にとって一番幸せな瞬間です。中国といいますとね、経済発展や環境問題など一つの大きな国として捉えることが多くなっていますのでね、はい、ウイグルのような複雑な民族問題があること、なかなか日本では目が向かないですよね。そうですね、中国政府からは恐怖分子、テロリストというふうに呼ばれているラビアさんですけれども、本人は武力による闘争は否定していまして、はい、あくまでも平和的手段で人権の改善を訴えていく、そういう考えを強調しています。そうなんですね、はい、ラビアさん今回の来日で、日本は経済大国でアジアで最も民主的な国であると、はい、人権問題に関わる義務があるのではないかと繰り返し訴えていたということです。